竹谷とし子君。公明党の竹谷とし子です。子ども家庭庁設置法案の提案理由に、子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、強い司令塔機能を有する子ども家庭庁を設置するということが謳われております。その観点から質問させていただきます。自治体が子ども医療費の助成を独自に行っております。子どもが必要な医療を受けて、健やかに成長することに役立っています。自治体による格差、所得の格差、こうしたものがあるので、それをなくしていってほしいと、保護者の方々からお声があります。また、国は未就学児以降の子ども医療費助成を行う自治体に対して、国民健康保険の国庫負担金を減額する、いわゆるペナルティ措置を行っており、自治体では二重の財政負担となっております。子どもが医療を受ける権利を守るため、このペナルティの措置を早急に廃止するように、司令塔である子ども家庭庁として、厚生労働省に働きかけていただきたいと思います。また、今後、子ども医療費助成の格差がなくなるように、国の制度とすることを含め、子ども家庭庁として検討していっていただきたいと思います。野田大臣に伺います。野田国務大臣。お答えいたします。国保の減額調整措置は、市町村における医療費助成によって窓口負担が減額される場合、国保財政に与える影響や限られた財源の公平な配分等の観点から、増加した医療費分の公費負担を減額調整しているものと承知しています。で、減額調整措置のあり方については、平成30年度から医療保険制度の窓口負担が未就学児までは2割とされていること等を踏まえ、未就学児までを対象とする医療費助成は、減額調整を行わないこととしたと承知しています。また、子どもの医療費助成については、すでに医療保険制度において、未就学児は医療費の自己負担を3割から2割に軽減しています。そうした中で、自己負担をさらに軽減するために、自治体が独自に行っている助成制度を、国の制度として行うことについては、財源の問題がございまして、慎重な検討が必要と考えています。子どもの医療については、厚生労働省が引き続き所管することとしていますが、子ども家庭庁としても必要な連携をしっかり図ってまいります。竹谷とし子君。この自治体への減額調整措置、ペナルティ、これは子どもの健やかな成長を社会全体で後押しをするという本法案の趣旨と逆行しているのではないかと私は思います。本法案成立後、成立早急にやめるように、子どもの権利を守るといった観点から、子ども政策の司令塔である子ども家庭庁がリーダーシップを取って、ぜひとも働きかけていっていただきたいと思っております。続きまして、子ども基本法の基本理念には、すべての子どもについて適切に養育されること、その生活を保障される権利が等しく保障されることを、子ども施策の基本理念の一つとして掲げております。衣食住は生活の基本であります。食を支える事業として、厚生労働省は、令和3年度補正予算で、困窮するひとり親家庭をはじめとした要支援世帯の子ども等を対象とした子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として、広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体を公募し、その取り組みに要する経費を助成することにより支援を行っています。子ども食堂や子ども宅食は困窮する子どもや子どもがいる家庭の重要なセーフティーネットとなっています。団体からこの事業を来年度以降を継続を希望する強い声をいただいております。ぜひとも来年度以降も継続して当初予算化し、安定した事業としていっていただきたいと思います。厚労大臣に伺います。後藤厚生労働大臣。子ども食堂や子ども宅食等については、生活に困窮する子育て世帯への支援、虐待予防のための見守り強化対策など、さまざまな視点で効果があるものと考えておりまして、これまでも今ご指摘のありましたように、厚労省としても支援を行ってきました。
こうした中で、自治体を経由しない中間支援法人を通じた支援の取り組みについて、令和3年度補正予算で、ひとり親家庭等の子ども食事等支援事業をスタートさせまして、第1弾として、令和3年度末までに、6つの中間支援法人経由で、概算で5万5000世帯への支援を短期間で行ったところでございます。こうした取り組みについては、4月に閣議決定した緊急経済対策においても、支援メニューを従来からの食事支援のみならず、生活必需品等にも拡充させまして、今年度も引き続き実施しております。来年度における本事業の扱いにつきましては、昨年度、本年度の取り組み状況も踏まえながら、予算編成過程において、しっかりと検討してまいります。竹谷俊子君。ぜひよろしくお願いいたします。4月に閣議決定した緊急経済対策において今大臣から生活必需品等にも拡充したということを言っていただきました。これも本当に現場からは喜ばれておりまして、例えば靴下を買ってもらえなかったとかですね、下着とか、そういうお声もいただいております。来年度に向けてぜひよろしくお願いいたします。こちらからもしっかりと後押しをしていきたいと思っております。続きまして、子どもを痴漢被害から守るための方策について、伺いたいと思います。高校生や大学生から本気の痴漢被害対策を求める声が上がっています。被害者の中でも特に子どもは被害に遭ってもなかなか声を上げられず、人知れず悩んでいる場合も多いと思います。公明党として日本若者協議会から要望を受けました。その際、5月25日には関係府省も参加をしていただきまして、会議を行い、直接声を聞いていただきました。子ども若者を痴漢犯罪から守るために、府省横断で関係する府省が複数ございます。パッケージとしてぜひ対策を講じていっていただきたいと思います。その際、高校生や大学生の声をしっかりと聞いて対策の中に反映させていっていただきたいと思います。男女共同参画局長に質問させていただきます。内閣府男女共同参画局長、林智子君。お答え申し上げます。痴漢は犯罪であります。決して許されるものではありません。また外国の政府の日本への渡航アドバイスの中にも痴漢のリスクが指摘されるなど、我が国の痴漢をめぐる現状は国際的にも恥ずべき問題であります。このため痴漢被害ゼロを目指し、令和4年度中に痴漢撲滅パッケージを策定し、政府を挙げて痴漢対策に取り組むことを検討しているところでございます。被害に遭いやすい高校生大学生の声をしっかり聞いた上で、関係省庁と連携して痴漢を含め性犯罪性暴力のない社会の実現に向け取り組んでまいります。竹谷俊子君。ありがとうございます。今、外国政府の日本への渡航アドバイスにも痴漢リスクが指摘されるという、本当に我が国の恥ずべき問題であるという認識が示されました。私も全く同感でございます。このような状況を放置してはいけないというふうに強く思っております。今、痴漢撲滅パッケージというようなものを策定し、政府を挙げて痴漢対策に取り組むことを検討していただいているというご答弁がありました。ぜひともしっかり進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、子どもが集団保育を受ける権利について伺いたいと思います。今回審議をしております子ども基本法では、その理念の一つとして、すべての子どもについて健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとしています。その観点から、保育について保護者の就労の有無とか、また長短に関わらず、子どもたちの健やかな成長
発達のために、親子の関係だけでは得られない集団保育といった視点からも、望めばすべての家庭で週に数日、あるいは1日に数時間程度、集団保育を享受できる社会としていくべきであると考えます。野田大臣の見解を伺いたいと思います。野田国務大臣。お答えいたします。乳幼児期の保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであります。子どもが人との関わりの中で、人に対する愛情や信頼感を育てる重要なものと考えています。で、このため、幼稚園、保育所、認定子ども園に通う子どもはもとより、いずれの施設にも通っていない未就園児も含めて、小学校、就学前のすべての子どもの成長を支えることが重要と認識しています。また委員ご指摘のように、未就園児に週数日程度、集団保育を提供することについては、保護者の子育ての負担軽減に資するだけではなくて、普段は他の家庭の子どもと交わる機会の少ない子どもたちが、他者と共に過ごし、遊ぶ機会を持つことによって、人間関係や自我の芽生えが育まれるといった観点からも、重要だという指摘がございます。このため、厚生労働省においては、人口減少地域などで定員に余裕のある保育所が、未就園の子どもを週1回から2回程度預かるモデル事業の実施について検討を進めているものとお聞きしています。子ども家庭庁においては、こうした取り組みを引き継ぐとともに、未就園児の実態把握を進め、市町村と連携し、子育ての支援サービスや幼稚園、保育所などへの就園につながるプッシュ型の支援などを進めていくこととしております。これらを通じて、小学校、就学前のすべての子どもの健やかな成長が保障されるよう、しっかり取り組んでまいります。竹谷俊子君。ありがとうございました。今、大臣のご答弁の中に、人間関係や自我の芽生えが生まれるといった観点から、他者と共に過ごし、遊ぶ機会を持つことが重要との指摘があるということを言っていただきました。厚生労働省として、これまで集団保育が子どもの発育に与える影響というものを調査したことがありますかと、レクで伺ったところ、今までやっていなかったですという、そういうことだったんですね。で、そういう指摘があるということも踏まえて、今後、子ども家庭庁という、子どもの健やかな成長、発達のために施策を総動員していくという、そういう組織ができるわけですので、子ども、これまでの就労支援という、親の就労支援といった観点ではなくて、子どもの発達、成長といった視点から、この集団保育の意義というものについても、また深くご検討いただきたいというふうに思っております。少し早いですが、終わらせていただきます。ありがとうございます。